アナイバノビッチは、セルビアベオグラード出身の女子プロテニス選手。2008年の全仏オープン女子シングルス、優勝者であり、元世界ランキング1位。WTA ツアーでは、シングルス15勝を挙げ、同時期に活躍していた2歳年上のエレナ・ヤンコビッチと共に、セルビアのテニス界を代表する女子に競合の一人で、あった。 身長1 8 6トル、体重6 9ラム。右利き、バックハンドストロークは両手打ち。イバノビッチは5歳の時からテニスの試合をテレビで見たことがきっかけで自分もテニスを始めた。同じセルビア出身のモニカセレシュに強い感銘を受け、近くのテニススクールに連れて行ってほしいと両親にねだったという。2003年8月にプロ入り。 女子テニスツアーの下部組織の大会を回っていた頃、2004年5月に日本のギフト福岡の大会で2週連続優勝したことがある。2005年1月、全豪オープン直前のオーストラリアキャンベラの大会で WTA ツアー初優勝を果たす。翌週の全豪オープンで4大大,大会の本戦にデビューし、3回戦で第2シードのアメリモレスモに2から6。 5から7で敗れた。続く、全仏オープンでイバノビッチはいきなりベスト8に進出し、3回戦で、地元選手のモレスも6から4、3から6、6から4で破り、4回戦でも、イタリアのフランチェスカ・スキアボーネに勝ったが、準々決勝で第7シードのナディア・ペトロワに2から6、2から6で敗れている。ウィンブルドンでも、マリー・ピエルスとの3回戦まで進出した。 2006年度のイバノビッチは、ウィンブルドンで好成績を出し、前年より1ラウンド上の4回戦に勝ち上がった。3回戦で、第14シードのディナラ・サフィナに3から6、7から6、6から1で勝った、イバノビッチだが、4回戦で、第1シードのモレスモに3から6、4から6で敗れる。同年8月第3週のロジャーズカップで、イバノビッチは、決勝で、 マルチナ・ヒンギスを6から2、6から3で破ってツアー2勝目を挙げた。2007年5月のカタール・テレコムドイツオープン優勝によりイバノビッチは世界ランキングを自己最高の8位に上げ初めての世界トップ10入りを果たした。全仏オープンでは第7シードから勝ち進み準決勝でマリア・シャラポワを破って初めての決勝戦に進んだ。決勝では 1> 第1シードのジュスティーヌ・エナンに1から6、2から6で完敗し、イバノビッチは女子シングルス準優勝者になった。この全仏オープンでは、エレナ・ヤンコビッチも準決勝に勝ち上がり、セルビアの女子選手が2人、ベスト4に入る快挙を見せた。この後インブルドンでも準決勝に進出したが、過去3度優勝経験のあるビーナス・ウィリアムズに2から6、4から6で敗れ、 全仏に続く決勝進出はならなかった。2008年前後オープンでイバノビッチは第4シードから勝ち進み、2007年全仏オープンに続く2度目の4大大会決勝進出を果たした。この決勝戦ではマリアシアラポワに7から5、6から3で敗れ、2度目の挑戦でのグランドスラム初優勝はならなかった。続く全仏オープンで 第2シードのイバノビッチは2年連続の決勝戦で、ディナラサフィナを6から4、6から3で破り、セルビア人女性として、初の4大大会シングルス優勝を達成した。この優勝により、イバノビッチはシャラポワを抜いて、世界ランキング1位となった。ところが、初めて第1シードに選ばれたウィンブルドンで、イバノビッチは3回戦で、テイ・キヨシに1から6、4から6のストレートで破れた。 その後は、右手親指の故障も重なり、長期間のスランプ状態が続いている。全仏オープン優勝でたどり着いた世界ランキング1位のザも、わずか2ヶ月後の8月11日に、同国のライバルであるエレナ・ヤンコビッチに明け渡した。大会前年優勝者として臨んだ全仏オープンでは、第8シードの位置に下がり、4回戦で、第9シードのビクトリア・アザレンカに2から6。 3から6のストレートで完敗した。2010年のコモンウェルスバンクトーナメントオブチャンピオンズでは、決勝でアリサ・クレーバノワを6から2、7から6で破りツアー10勝目を挙げた。2011年の大会にも主催者推薦で出場し、決勝でアナベルメティナガリゲスに6から3、6から0で勝利し、連覇を果たし、ツアー12勝目を挙げた。この日は、 イバノビッチの24回目の誕生日であった。2012年7月のロンドン五輪でオリンピックに初出場した。シングルス3回戦でベルギーのキムクライシュテルスに3から6、4から6で敗れた。全米オープンでは優勝した2008年全仏以来の4大大会ベスト8に進出した。準々決勝でセリーナ・ウィリアムズに1から6、3から6で敗れた。 11月のチェコとのフェドカップ決勝では、第1試合で、ルーシー・サファロバに4から6、3から6で敗れた。第3試合のエース対決で、ペトラ・クビトバに6から3、7から5で勝利したが、第4試合で、エレナ・ヤンコビッチが、サファロバに1から6、1から6で敗れセルベアは、初優勝を逃した。2014年前後オープンでは4回戦で、 世界ランキング1位のセリーナ・ウィリアムズを4から6、6から3、6から3で破るシュを挙げ前後では6年ぶりにベスト8に進出した。準々決勝ではウージニー・ブシャールに7から5、5から7、2から6で破れた。イバノビッチはサッカードイツ代表の MF でマンチェスター・ユナイテッドに所属するバスティアン・シュバインシュタイガーと2016年7月13日にベネツヤで 結婚式を挙げた。2016年は、四大大会をはじめツアー大会でも思ったような成績を残すことができず、同年12月28日、手首と足指の怪我により引退することを、自身のフェイスブックで発表。年間最終ランキングは65位だった。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、 R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格。 NH イコール開催なし。2011年全米2回戦の不戦勝は通算成績に含まない。ありがとうございます。